今ね、くじいたんだよ。皆さん、こんにちは。ニキャッシュです。帰ってきました、この企画。ビートでナイトです、もうこの番組はね、いろんな人のこのアーティストにもう迫っていってその人の作品以上にこう引き出していく、ね、そういう番組ですから、もうやりたくてしょうがないんです。それで僕の話で言うと、子供2人生まれました、ね、この期間にもうポンポンポンですよ。はい、矢野とは正明、秋田県横手市出身、湘南辻堂在住の画家。ヒップホップ好きが高じて、2003年より地元秋田のクラブイベントを中心にクレヨンを用いたライブアートを始め、その後は制作の拠点を東京・神奈川エリアに移して活動を行っている。活動場所はクラブ、ライブハウス、野外フェス、お祭り、結婚式と多岐にわたる。今日はですね、はるばる、電車に乗って、来ましたよ。ここは湘南ですね、湘南の海風にこう与えながらね、絵を描いてる、ご紹介します。画家、芸術家のとわくんです。とわです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はビートでナイトに、はい、出演ありがとうございます。はい、ちょっととわくんの絵をバックに、ちょっといろいろいくつか質問したいんですけど、はい、やっぱりこう写真で見るより立体感っていうか、こうすごいライブ感みたいなのがすごいあるんだけど、立体的に描こうと別に思ってるわけではないの？立体的に描こうとは全然してなくて、うん、逆にこう奥行きを全部曖昧にしたいなと思って。例えば前に出てきてる、この絵は前に出てきてるんだけど、わざとこう中に交代するようなこう色を入れたりして、全部こう奥行きを曖昧にして、なるほどなるほど、不思議さを出したい。で、見る人のあれでいろんなこう見方ができるっていうか。そうですね、龍がこういろんな作品に入ってると思うんだけど、それはこう、とわくんの、絵の一つのテーマだったりするわけ。そうですね、龍がすごく気になっていて、というのもこう、なんでしょうね、まあ、不思議な話なんですけど、生きているような龍を僕は見たことがあって、それをきっかけにして、龍というものにすごく興味を持って描くようになりました。ね、結構いろんな音楽イベントとか、催し物に呼ばれて、でそこで、塗料を直接手につけて、ペイントするっていうようなライブペイントもやったりしてます。ライブの時はやっぱり筆より手でやるっていうのは何かあるの？こう、トワ君とかも。そうですね、直接自分の思いとか、込めやすいっていうのが一番ですね。筆を通してない分距離感が一番こうダイレクトに伝えられるっていう。もう直で。そうですね、感性っていうか、もうそれで、はい、なんか、いや、ちょっとせっかくなんで今日はね、ちょっとこれから外に出て、ちょっと大自然の、大自然とわセッション、このどんな絵を生まれて、そしてどんな思いをそこにこう、描いてもらえるか、ちょっといいですか、よろしいですかね、これから外で、はい、じゃあお楽しみにしてください。